里崎チャンネル部長こんにちは。さあということでね、はい、今日はセパの新人王を予想しようということで、はい、今日はパリーグ編なんですけども、はい、本当はね、うん、開幕前にする予定だったんだよ、はい、でもコロナになっちゃってねできなかったから、はい、開幕後になっちゃったっていうだけでね、はい、香川さんと僕が3人ずつ選んで上中下で、うん、どっちが新人王を当てれるかっていう、はい、クレバーショーね去年当ててるから、あ、まあ、新人王とかじゃないですけど ねこの若手を、ねうん、今ね里崎チャンネル視聴者の多くの人の目線は、はい、袴田さんは若い力を見抜く力あるっていうね、いやいや感じでハードル上がってるんで、直感ですよ全部、はい、直感、いやいやもうそんなもん勘だからそうですね、人生なんて、はい、右行くか左行くか、はい、その中で、うん、今日は2人で予想しようっていう、はい、だからドラフト1位から3位まで決めて、うんはい、同じ人同士になった場合は有効で、うん、でもあの人が選んだのは2巡目以降は選べません、選べない、はい、でどっちが選んだ選手が早めに、だから新人王を取ったら1点、はい、で特別賞あるじゃん、うん、特別賞選ばれると 0.5 点です、0.5 点、はい、だから、はい、仮に新人王は当てだけど、はい、2人何もなかった、うん、特別賞3人、はい、たら勝ちます、そっちが 1.5 点になるから、はい、特別賞も異例ですけどね。いや、そうそう、去年ちょっと多すぎるよ。いや、すごかった。あれは選べたいぐらいでしたからね。いや、でもそれを一人にするから価値あるだけで、うん、いや、それはもらう方が嬉しいけど、はい、あれじゃダメよ。あんなもう特別賞ばっかり、うん、たらもう収集つかないじゃん、はい、だから逃げだね、選考員の逃げだね。あ、でも何かあげてほしいっていうファンの気持ちもありますよ。あれだけやっぱでも準ベストナインとかないよ、準 MVP とかないよ、うん、そうですけど、だからもうそれは一人だから価値あることで、はい、それはもう一人でするべきよ、その年の一人っていうね、そう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 、うん、それが価値あって、それが僅差だろうと、はい、投票でねそうなったらもうそれでいいじゃん、はい、正直ね、うん、だから俺はもうああいうなんか乱発は価値を下げるからやめてほしい。それでも 0.5 点でいいんですか。そうそう、 0.5 点なればね、あるかもしんないからね、あるかもね。これはもう袴田さんと俺の遊びっていう、ねはい、ところで真珠を見抜く、はい、まあ、皆さんもだから一緒にね、うん、やってもらいたいですね、はい、じゃあパリーグ、パリーグからいきますか、うん、ドラフト1位ね、うん、新人王になる、はい、いいですか、はい、せーのでいきますよ、はい、名前ね、はい、せーの、北川、あ、隅田ですか、あ、北川、北川ですね、日本ハムの北山、ね、あ、北山、はい、うんうん、日本ハムの、はい、これはもう守護神候補ですね。そう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 、はい、もう多分守護神じゃない、うん、100%、はい、ドラフト8位、うん、もうね、うちの先生が、はい、ドラフト時から、はい、これはかなりいいって言ってて、うん、え、いいって言っても8位じゃんドラフトみたいな、はい、いやでもめっちゃいいって言ってたの、本当にめっちゃよくて、そうですね、俺はもう北山くんが筆頭ちゃうかっていう、うん、墨田くんさん、私は墨田くんがやっぱり、まあ、西武って先発ピッチャーまだ枠がちょっと足りないっていうところで、まあがっちりローテーションにはまって、うんうんうん、スタミナがどのぐらいあるかっていうのはもちろん未知数なんですけど、うんうん、それでもやっぱり10勝以上しそうだなっていう雰囲気を持ってるので、まあ、新人王のピッチャーで一つの目安は先発は10勝だからね、うん、10勝、そう、10勝いくかどうかが分かれ道になるところで、まあ、可能性あるね、いや、あると思いますよ、うん、これはもう西武下手したらタイトル近く行くんちゃうかっていうね、だからあの栗林状態だね、あ、怪我だけがね、はい、ルーキーは怖いけども、うん、お、もうじゃあドラフト1位で、はい、もう別れたね、はい、分かれましたね、すでに、うん、じゃあちょっと、じゃあ2位、2位ちょっと待って、2位ね、ってことは私も候補に北山投手入れてたので、これはもう選べないと、そう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 、うん、だから俺も隅田はもう選べないですね、そしたらこっちどこかな、あー、どうしよう、今2択ですごい迷ってます、でもまあまあ勝ちに行くことを考えて、うん、はい、いいですか、はい、せーの、水上、水野、水野くん、はい、日本ハムの、ハムのショート、いいね、はいはい、開幕スタメンあるね、はい、あります、俺は西武の水上です、あ、うん、水上、由伸投手、はい、はい、2年目で、まだあのー、もう入ってるんですか、まだあるんですよ、あ、そうなんだ、あのピッチャーは50イニング以上確か投げないと、はい、うんうん、いいんで、まだ20何イニングしか投げてないんで、はい、まあ資格あるんですよ、お、そうなんですね、はい、昨年もね、うん、素晴らしい成績で防御率 2.33、はい、29試合登板、はい、で今年もオープン戦2試合登板で、うん、防御率 0.00 で、ねはい、2イニングと、うん、いうことで、はい、多分リリーフ、ちょっと平がね、ちょっと出足、うん、ちょっとね、開幕いないんで、はい、そこをうまく入ってきて、うん、いければ、うん、水上もワンチャンあるんちゃうかっていう、はい、私はもう水野くんで、うん、これ水野くんがなんかいい感じだっていうのは佐藤さんがすごいキャンプ見てよかったって、そうそう、俺もだから候補に入ってありましたか、うん、はい、だったので、まあ、あと、まあ、オープン戦とか見てても、うん、まあ、必ずというか、まあ、スタメン入ってくるだろうなっていう感じはするので、うん、だ去年の中野ぐらいのね、うん、そう、そんな阪神の成績を残せれば、はい、チャンスあるね、ありますね、うん、はい、隅田くん、水野くんで、うん、じゃあ3人目、まあ、どっ
ちにしようかな。はい、いいですか。はい、大丈夫です。決まりましたか。はい、3人目、はい、せーの、根本。ん、誰ですか、ね、あの日本ハムの根本、はいはいはい、18歳、うん、根本遥投手、はい、まあ、オープン戦ね防御率落としましたけど、うん、左だから、はい、うまくはまればあるんちゃうかっていう期待したいですね。うん、私は安田優馬、星野、楽天、楽天の、うん、はい、もしかしたら開幕スタメンあるかもっていう感じのところで、ね、うん、まあ、隅谷選手とは見ますけど、うん、でも結構主要でなんか石井さん使っていきそうな気がするなって。それでパンチ力あるんで、うん、なんなら30発出たらあり、うん、30発できますか、あり得るなっていうまあ100試合は出なきゃいけないね。そうですね、うん、キャッチャーの新人王ってなかなかいないじゃないですか。うん、だから100試合出ないからね。そうなんです、うん、あと隅谷がね、はい、そこまで出ないっていうこうしなきゃいけないからね。そうなんです、うん、まあ、だからキャッチャーの新人王ってなかなか取りづらいですけど、だ打てばだね、打てばチャンスあるね。はい、そういう感じで、うん、じゃあ隅田、水野、安田、水田、それは北山、水上、根本です。はい、おー、かぶらなかったですね。そうですね、私はもう全員ルーキー選びました。まあ、俺は権利ある中から、うん、そうですね、うん、だからまあやっぱ野手は難しいからね、はい、そうですね、取るのが。え、で他に候補っていたんですか。他、はい、もういない、この4人だけ。 あと水野、ああそうですね、うん、もう本当ガチで取れるやつしか取れそうな、うん、あとはオリックスの中川とか、うん、アンダーソー立教2年目とかね、はい、っていうところも候補にも入ってるし、うん、あとはまあ最後終盤良かった西武のドラフト2位佐藤とかね、はい、うん、もうまあワンチャンあるかなっていうところもあるけども、上位3人ってなったら、ね、まあ、この3人がうまくはまれば面白いかなっていうね。あとソフトバンクの野村勇選手もすごいなんかいいらしいですよ、足めっちゃ速くて、うん、そうだね、そしたら盗塁王とか試合出られればっていう。だからまあ怪我人がね出てそこに、そうなんですよ、埋めれるからね、はい、で掴めばっていう感じですよね、うん、まあ、試合出られるかがわからないですからね。そうそうそう、うん、これ当てたいね、当てたい。でも6人いるからね。そうですよ、2人で。だってこうパリーグ今そこまで候補がこう多くないじゃないですか。うん、あれ、ね、知らないとこが出てくる可能性もなくはないですからね。あれ、あ、宮城権利持ってんのみたいな出てくるからね。そういうのあるんですよね。あとそこまでこうまだ広まってないけど、言えば楽天のルーキーの石垣投手とかもリリーフでは入ってきてるので、そこでじゃあ何十コールとか、あとロッテのね松川とかね、はい、あ、そうですね、もうすごい爆発力あったりとか、はい、うん、あとはだっけ、池田ライトとかね、はい、あとピッチャーでも広畑とかね、はい、そう、まあいるけども、うん、まあ、3位までってなったら先生いんの誰か今、え、先生誰1位予想、だから1人言ってもいいよ、この誰も言っていいですか、はい、言っちゃって、はい、いいの、パリーグ、まあ、かぶっててもいい、私たち、いや、かぶってないので相手に、2人いるんですよ、お、じゃあ2人言ってよ。オリックスの山下、うん、はい、あ、シュンペーター、シュンペーター選手、去年であんまり上げてないんですけど、はい、今年投げてくるんじゃないかな、うん、というところと、もう一人が長谷川君、長谷川君、日本ハム、うん、デスコバーというんですけど、うん、中継でこうフル回転みたいな、覚えてないといいですか、はい、中森も持ってるの、うん、2年目なんですけど、はい、ちょっと今年あるんじゃないかなと。新人王ちょっとあるだけじゃ無理だね。新人王ってちょっとじゃ無理だね。ガッツリじゃない。新人王取る人だからね。新人王は3人ですよ、僕は。いいの、これ僕じゃあ本当に。おお、でもあれですよ、期待も推しなんでしょ。そろそろ取っちゃったから、うん、いや、あれはいいよ、まあ、でもね、で皆さんのね、はい、3人、はい、ドラフト1位からの3人のパリーグの新人王予想もコメントなんて聞きたいですね、はい、そうですね、うん、まあでもこの中にはいそうですよ、いますよね、きっとね。いやー、いや、いると思うけどな、でもどうなんやろな。でも俺はもうあの北山の投球はえげつないぞな、あれなかなか打てんぞ。そうなんですか。あ、1イニングで、はい、あれはまっすぐテレビで見てても速いもんね。うん、であの腕の振りと、うん、あのフォークの落ち具合、はい、テレビで見てても速いから、それは速いと思うよ。佐藤さん、セーブシチュエーションがもしかしたら少ない可能性ありますよ。でも去年広島なんて少なかったけど、栗林と誰が、あの、まあ、スアレスがねタイトルは取ったけど、はい、それにだって防御率 0 点台だからね。そうか、確かに防御率、しかもシチュエーションで失敗1回もしないんだよね。そうなんです、1回も栗林としなかったですね、うん、だからタイトル取らなくても本当30セーブぐらいしたら、うん、全然ありますね。今しれっとすごい失礼なこと言ったよね、日本ハムに。いや違う違う、佐藤さんって最下位じゃないですか。そうそう、でも下位の方が新人を取りやすかったりするの。え、そうなんですか。それに特化して出せるじゃん。あ、そっか、うん、そうですね。タイトルって B クラスとかの方が取りやすかったりする状況もあるからね。盗塁王とか B クラスの方がアウトになっても関係ないから、うん、はい、とにかく成功率下げてみたら走れとかもう
できるし、優勝争いして、優勝争いしててタイトル取る人って本当すごいのよ、はい、打つのもね、うん、ホームラン王とかでも、はい、チームバッティングしなきゃいけないところをもう別に関係ないからもうホームラン狙いでいこうとか、うんうんうん、もう全部自分のことでできるじゃん。そうか、個人に特化して試合できるんですね。でも1位2位の争いしてると、うん、やっぱ自己犠牲で打率下げてでも、はい、ここは単打狙いでも、うんうん、ホームラン王争いしてでも、うん、チームが勝つためにやらなきゃいけない状況っていうのが全部じゃないけど来るから、うん、で盗塁とかでもこの盗塁した瞬間にこの試合負ける可能性がある危険性があるところをギャンブルで走れないじゃん、はい、でそれで優勝かであったら、うんうん、だそういったところも優勝争いしてるチームって難しいからね。そうですね、いろいろそう考えたらいいですね。どういうこと、あれ、あ、私選んだ人たち全員 B クラスみたいな今なんか感じに聞こえたけど、違います違います、楽天優勝し優勝だそうですよ、ね、はい、であと水野くんと隅田予想では5位6位にしてますでも本当隅田もね2桁勝つ可能性十分にあるからね、うん、はい、そういった面では、うん、まあ、面白い存在になるかもわかんないんで、めっちゃ楽しみです、ね、うん、だから皆さんもね、はい、まあ、答えはこれ半年後なんで、ね、はい、どっちがこのオープン戦まで見た中で、はい、袴田さんと俺の若手の、うん、先生のね、はい、若手の目利きが素晴らしいか、はい、これもう負けたらもうどうしようもないぞお前本当にね、ということで皆さんも一緒に予想してみてください、はいはい。